待たせいたしました。ただいまより予選第1試合を行います。アンスリールーキーチームガレムソンベロリンマンチーム舞台へ。お、ガレムソンか。この間の一件といい、つくづくお前とは縁があるようだ。せっ、いきなりチャンピオンが相手か。俺ってやつはどこまでもついてないぜ。おい相棒、作戦は分かってんだ。チャンピオンの方は後回しにして、まずはあの兄ちゃんを叩きのめすんだ。チャンピオン一人ならまだ勝機はある。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツでハンフリーの野郎を押し潰してやろうぜ。ベロベロベロ、大会に優勝したら女子にモテるベロ、だから頑張るベロ。両チーム気合十分、準備も整ったようです。それでは予選第1試合始め。ペロー、気をつけろよ。よっしゃ、おりゃ、おりゃ、ベロベロ。ベロ、ブリンセンセルベラ。ティー
燃え尽きな。ヘロ。やったな、相棒。ベロリン。そこまで。操作、ハンプリー、ルーキーチーム。やるじゃないか。思った以上の強さだな。あそこまで戦えるとは思わなかったぞ。ん？次の試合が始まったみたいだな。おお、すごいぞあの女武闘家。足が見えねえ。こいつ何者なんだ。ぜえ、あの自陣余裕かましやがって。突きだらけよ、ボン。やっ、あそこまで。操作、ロー、マルティナチーム。こいつ頭げた。あの姉ちゃん相当できるぜ。なあハンフリー、さすがのあんたもうかうかしてられねえんじゃねえか。ああ、そうだな。予選を突破し、決勝トーナメントに勝ち上がったのは、このチームです。ハンフリールーキーチームが、このまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか、それとも、華麗な足技で他を圧倒した、今大会のダークホース、ロー・マルティナチームが阻止するのか。果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。それでは皆様、決勝トーナメントをお楽しみに。あんたと組めたのはラッキーだったぜ。おかげで今回も優勝できそうだ。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。孤児院で子供たちが待ってるんでな。ちょっとあんた、何やってんのよ。あんな女に負けちゃってさ、予選落ちなんて見損なったわ。待て待て、相手が強すぎたんだ。あの女ただもんじゃなかったぞ。はぁ、そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの。あの人すっごいセクシーだったし。ん、お姉様、あの方たち。ん、すまんのお主たち、ちょいと道を開けてくれんか。ごめんね、おじいちゃん。姫よ、では行くとしよう。ええ。
ハンフリーに気をつけなさい。ハンフリーに気をつけなさいって一体どういうこと？もしかして今この町で話題になってる行方不明事件のことでしょうか？今グロッタでは大会に参加している闘士が次々と姿を消す事件が起きているそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら。行方不明事件なんて初めて聞いたぜ。厄介なことが起きなきゃいいが、お前はパートナーのハンフリーのとこへ行ってちょっと話を聞いてみてくれ。あんただったのか。悪い奴に付きまとわれてるかと思ったぜ。最近行方不明事件とかあって物騒だろ。ちょっとピリピリしてたんだ。驚かせてすまなかったな。まあ立ち話もなんだし中に入ってくれ。お前たち、いい子にしてたか？うん、うん、その人誰？この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないで、いい子にしてるんだぞ。ここは、俺が生まれ育った孤児院でな。舞踏会で稼いだ賞金をやりくりして、なんとかやっているんだ。俺は舞踏会で勝って勝って勝ち続けて賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。まあ腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。頼りにしてるぞ相棒。ありゃ、もうこんな時間か。すまんすまん。すっかり話し込んじまったな。ところで、お前俺に用があって来たんじゃ。ん？今、俺の部屋の方で物音がしたような。間違いない。俺の部屋に誰か嫌がる。そう、賊に入られたか。賊め、俺の大事な孤児院に盗みに入るとはいい度胸してやがる。大会が終わったらとっちめてやるからな。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、今日は遅いし家に泊まっていったらどうだ。明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えてゆっくり体を休めておくとしよう。起きろ、起きろ。今日から本戦だぞ。よし、起きたな。早速闘技場に向かおうぜ。
さあ始まりました、仮面舞踏会決勝トーナメント。栄えある最初の試合は、優勝候補の筆頭ハンフリールーキーチームと、グロッタが誇るお色気美人コンビ、ビビアン・サイデリアチームとの戦いだ。ビビアンです。サイデリアです。美人コンビの登場に会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。両雄並び立たず、果たして勝つのはどちらなのか。イロカに惑わされるんだよ。決勝トーナメントまで勝ち上がった相手だ。本気でいくぞ。それでは決勝トーナメント第1試合、はじめ！行くよ！やってやるぜ！行くよ！やったな、相棒。そこまで、勝者ハンプリールーキーチーム。いよいよ大会も大
決勝第1試合を始めます。まずは優勝候補の筆頭、ハンフリールーキーチーム。対戦チームはこれまた異色のコンビ。まさかここまで勝ち上がるとは誰が予想できたでしょう。レディーマッシブアンドマスクザハンサムチーム。あたしならここよ。え、レディーマッシブアンドハンサム。やっぱり勝ち残ると思ってたわよ。今こそこのシルビ、いや、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つけようじゃない。お、なんだ、今度の対戦相手はお前の知り合いなのか。おお知り合いじゃないわよ。全くもって知り合いじゃないわ。だって私の名はレディーマッシブ。そしてこっちがマスクザハンサム。やれやれ、賑やかな人たちだな。ともかくやるからには真剣勝負、手は抜かないから覚悟しなさい。無論だ、手など向かないさ。ああ、気にしないでくれ。試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。さあ、行くぞ。それでは、準決勝第1試合はじめ。ん、先生堂々勝負よ。気をつけろよ。せいや、覚悟してさ。これぞ我が身が。はい、来るがいい。ぶち込む。これぞ我が身が。気をつけろよ。こいつを飲め。そーら、これぞ我が美学。そろ、熱いわよ。ウィスクスキアン、ウィンズブロー。そーら、これが真の暗殺。これが私のハンサムの勝用だ。そろ、これぞ我が美学。おい、これぞ我が美学。これが私の指導よ。せいや、これぞ我が美学。ミラクルソード。おい、これぞ我が美学。
シルビ、いや、レディーマッシブを打ち負かすなんて、やるわね。でも、あなたにだったら負けて悔いなし。最高の勝負ができてよかったわ。アディオス。トゥ。何だったんだ、あの人は。皆さん、お待たせいたしました。いよいよ仮面舞踏会決勝戦、勝ち上がったのはこの2チームです。ハンフリールーキーチーム、舞台にお上がりください。優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王座の貫禄。このままチャンピオンの座を守りきれるのでしょうか。ロー・マルティナチー、舞台にお上がりください。あまり動かない老人と豪脚一閃の女闘士、全てが謎に包まれた異色のコンビは果たして新チャンピオンとなれるのか。俺も格闘家の端くれだ。こいつらの強さをひしひしと感じるぜ。気を抜くなよ。姫よ、見たかね。はい、間違いないかと。さあ、勝てば優勝だ。全力で行くぞ。さて、お手並み拝見じゃな。それでは、仮面舞踏会決勝戦始め。お手並み拝見じゃ。やってやるぜ。よっ。おお、ガラ空きだ。さあ、行きましょう。えいっ。ぶちかます。お前、気をつけろよ。
see ya! てんだ。試合中だぜ、お嬢さん。今だ。Somebody! ソーサー、ハンフリー、ルーキーティーム。ありがとう。優勝はこのチームに決定しました。これより表彰式を始めます。やったな、ついに優勝したぞ。今回はどの対戦相手も手強かった。もしお前がいなかったら優勝することはできなかっただろう。優勝商品は虹色の枝という貴重なものらしい。売れば結構な金になるだろうからな。そいつを二人で山分けしよう。誰か早く来てくれ。老者よ、お主に用があって来たんじゃ。開けてはもらえぬか。
お主一人だけか。すまんが仲間を呼んでくれんか。お主らに話があるんじゃ。マルティナ姫が行方不明になってしまってな。町中どこを探しても見つからんのじゃ。おそらく何か事件に巻き込まれたんじゃろう。そこで相談なんじゃが、お主ら姫を探すのに協力してくれぬか。オンに切るぞ。大会優勝者のお主とその仲間たちがいれば100人力じゃ。必ずや姫を見つけられるじゃろう。マルティナ姫が消息を絶ったのはハンフリーの孤児院の近くじゃ。まずはそこに行ってみるとしよう。アクラトロ様、新しい獲物を連れてきました。わざと捕まった甲斐があったわ。16年前に町を襲った魔物の群れはグレイグによって倒されたと聞いていたけれど、生き残りがこんなところにいたなんて。姫よ、ご苦労であったな。ハンフリーよ、すまんがお主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの、あれこそが当主たちから絞り出されたエキスだったのじゃな。そうか、俺の部屋に侵入したのはあんたらだったのか。その通りだ、人間よ。16年前、我は憎きグレイグによって傷を受けた。その傷を癒すためのエキスを集めるためにこの男を利用したのだ。
強い人間のエキスを飲めば我が傷は治る。そのエキスを人間が飲めば無敵の体になれる。その誘いにこの男は乗ったのだ。勝ち進んで金を手に入れるためには強者のエキスが必要だったんだ。孤児院を守るためなら何だってするぜ。すまない、この秘密を知られたからにはお前たちを生かしておくわけにはいかん。くそ、こんな時に。やれやれ、愚か者め、自分の体のこともわからぬとはな。お主の体はあのエキスのせいですでにボロボロじゃ。そうして立っていられるだけでも奇跡と言えよう。情けないな。これも魔物の力に頼った報いか。これ以上は使い物にならんか。所詮は軟弱な人間よ。ならばこのアラクラトロ様が直々に貴様らを始末してくれるわ。私はみんなを救出する。魔物の方はあなたたちに任せたわ。生かしては返さん。気をつけるのじゃ。
それ。マイシオン。一気に行くぞ。いただき。Yo!
大地の力。お楽しみいただけたかしら？よっしゃ。ちょっと頑張りました。これで一件落着だな。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の稼ぎでは子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所でな、ある日金が底をつき頭を悩ませていると荒倉殿の声が聞こえてきたんだ。力が欲しくないか、欲しかったら我の元に来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために俺は力を手に入れることにした。奴の道具になる道を選んだ。ろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所、孤児院と子供たちを守るためにはこうするしか。その決意を真っ当な努力に向けず魔物の還元に乗ったのはお主の弱さ。しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての、個人については悪いようにはせん。なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。はあ、すまない、本当にすまなかった。起きて。ねえ、起きて。起きてったらん。グッモーニング。いや、お目覚めのところすまないが、道具上に急いだ方が良さそうだ。お預けになった表彰式を今日やるんだとよ。さあ、早く行こうぜ。表彰式頑張ってね。観客席から勇姿を見守ってるわ。
大いに盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。ハンプリールーキーチーム、どうぞ舞台へ。それでは優勝賞品の、ちょっと待ってくれ、本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビジョンマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。これでもう後には引けなくなったな。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。よし、始めようぜ。やってやるぜ。フリー、なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事、エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。気づかせてくれてありがとうな。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとうな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。それではチャンピオンであるあなたに優勝賞品である虹色の枝の贈呈を。大変です。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。この手紙はあなた宛てのようです。湯群の和城を後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。おお、なんと最後に思わぬ大波乱。優勝賞品の虹色の枝がロー選手によって盗まれてしまいました。果たして新チャンピオンさんは
ユグノア城後で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。